よっしゃー、北海道。今回メグウィンがスタッフに連れられたのは海の幸や広大な自然で有名な北海道。メグウィンにとってはとても思い入れ深い土地ではあるが、俺が着いた途端に、はい、炎上の炎で雪が溶けました。いや、そういうこと？そうだよ。さっきまで積もってたんですよ。積もってたよ。そんなに？もう松岡修造がめぐりだから。すごいな。もう何週間かこういうのやってないから。いけるよ。もう準備満タンですもんね。もちろんいけるよ。もう充電期間十分に。もう何していいか分かんなかったもん毎日。はい、ということで、今回はですね、このような企画をやっていきたいと思います。おしゃい！ワールドレートゲーム。これからメグウィンには毎夜8時にツイッターにて映える写真を投稿してもらい、翌日10時にその写真についたいいね数をチェック。ついたいいね数をもとにメグウィンにはスタッフより北海道で使える1日分のお小遣いが支給される。しかし現状のメグウィンの力ではいいね数の数だけでは十分なお小遣いがもらえるわけがない。そこでメグウィンには6カ国の国旗が描かれているサイコロをプレゼント。サイコロを振ってもらい、出た国のレート数かけるいいね数の数でメグウィンには1日に使用できるお小遣いを支給。身も心も疲弊しているメグウィンにはスタッフから支給されたお小遣いで北海道を十分に満喫してもらい、リフレッシュした状態で東京に帰ってきてもらうのが今回の旅の目的なのである。おお、どんなレートが登場するんだ。ということで、まずこちらのサイコロをご覧ください。おい、今回サイコロの目に選ばれた国々は以下の6カ国。United States of America、 Thailand、 Tajikistan、 Philippines、 Georgia、 Zimbabwe。 以下6カ国のレート数がメグウィンに支給されるお小遣いに大きく反映されていく。ジンバブエ一番ヤバいところじゃん。そうです、あ、よくご存知で。ダルジアとか、あ、ドル、ドル。こちらのサイコロを振っていただくんですが、はい、昨日ですね、メグさんの方にお願いしたと思うんですが、はい、ツイッターで、アップロードしていただきましたよね、写真の方を。お、ほんと怖かった。急に。本日初日のお小遣いを支給するためにはツイッターの写真がどうしても必要ということで、前日にスタッフがメグウィンに企画の説明をせず無理やりツイッターで写真を投稿するよう指示。わけもわからずメグウィンがツイッターに投稿したその写真とは。急にツイッターずっと止めてるさなか急に来たからもう怖かったよ。そりゃそうですよね。どんな写真載っけるかすごい悩んだけど。はい、どんな写真あげたんですか。ちなみにこんな写真でございます。何の写真っすかこれ。いやだ、それは久々だからさ。いや、もっといい写真あったでしょ。いろんなこと言われてるよ今。いや、まあまあ、いろんなこと言われてる。無理やりスタッフからツイッターへ投稿させられた写真についた気になるいいね数は現在556いいね。おー、すごい。見事スタッフの予想をはるかに超えた、まさかの556いいねを獲得。556いいねかける、まあ、レートが、本日メグさんが自由に使っていい金額になります。あら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 。ただしルールはあります。今回の旅に与えられたルールはただ一つ。いかなる場合でも支給されたお小遣いはその日のうちに使い切らなくてはならない。当然残ってしまったお小遣いを翌日に持ち越すことは不可能。その場合、翌朝スタッフから全額没収されてしまう。じゃあ早速行っちゃいますか。今日の支給額を決めていきましょう。オーケー。はい。果たしてメグウィンはどこの国のサイコロの目を出すのか。せい。メグウィンが初日に出した目はいきなりまさかのアメリカ合衆国ドルに決定。これドル来たよ。これすごい。これドル来ましたよ。これすごい。これドルね、ドルですね。ドルなるの。じゃあ早速じゃあで、ね、ドルなるの。今レートの方、調べますね。気になるドルのレートは果たしていくらになるのか。How much 今ドルはですね、はい、110.45円。ドルのレートは 110.45 円とかなり高額。ということは前日にメグウィンが投稿した写真のいいね数と掛け合わせると、本日のメグウィンさんの支給額は 61,410 円です。すげー、
すげえ、6万円も使えるのか俺。本日メグウィンが1日に使える金額が6万1410円に決定。今日1日6万円使える。うわーすげえ。ちょっとびっくりです。いきなりドル出すとは思わなかった。今何時？今まだ11時だから、とりあえずすすきの行く。いや早いっす早いっす。金額も決まり、早速何をするかを考えるメグウィン。でも結構北海道来てるんだよな。あ、そうですよね。いろいろやってんだよね俺ね。やってないこと、でスキーとかスノボーとかもやっちゃったから。はい。ワカサギ釣りだな。ワカサギ釣り。ワカサギとはキュウリウオカに属する冷水性の硬骨魚で、昔から抗議御用魚とされていた種類の魚。釣り方は氷に穴を開けて釣るスタイルと船に乗って釣るスタイルの2つが一般的である。確かに北海道といえばワカサギ釣りのイメージはあるが、そう簡単に当日にできるものなのか。ワカサギ釣りやりたい。あ、じゃあちょっと北海道よく釣れるらしいから。確かにワカサギ釣りって多分あんまできないっすよね、うん、俺もあんまやったことないんだよ。じゃあ行きますか。もう時間も過ぎちゃうともったいないんで。そうだな、はい、一日でリセットされるんだったらもう行くわ。じゃあ行きましょう。行くわ。寒くねえんだよな北海道が。北海道を移動するには車が必要だと意気込むメグウィンは、はじめに丸々3日分のレンタカーを手配。レンタカーにかかった費用は全部で35,316円、すなわち残ったお小遣いは26,094円と半分までに下がるが、北海道を満喫するには十分な金額である。スタッフが急遽手配したワカサギ釣りスポットは、新千歳空港から車でおよそ2時間のところにある南富良野町の金山湖。近づくにつれ、新千歳空港とは全く違う雪景色が広がり、恐る恐る南富良野町へと向かう3人だが、撮影開始からメグウィン本人も気になっていたカメラを持ったこれまでに見慣れない人物について話は盛り上がる。今回、まあ、僕とメグさんともう一人カメラマンとして、はい、まあ、来てもらってるダンソン。ダンソン女性スタッフです。ダンソンなのかダイソンなのか。ダンソン。ダンソン珍しいですね。やっぱ女性スタッフって僕見たことがないと思う。メグイ TV で。はい。まあ、確かにね。メグイ TV 女子少ないからね。だからなんか新しいメグイ TV もなんか見えてくるんじゃないのかなっていうことで、ちょっと女性スタッフを取り入れてみたんですけど。確かにね。今回結局そのダンスを完全にカメラに接してるんで。はい。多分何人こういうふうに話しかけても。そうなんだ。何聞いても絶対返事しないです。頼むよダンス。ダンス身長いくつ？いやいや、それダメでしょ。それ無視ってダメでしょ。じゃあもしかしたら、もしかしたら質問内容によっては返してくれるかもしれない。身長だとちょっと返せます。身長はでしょ。じゃあダンスの好きなタイプのは難しい。お前ふざけんな。何が嫌なんだよ。一番当たり障りないやつだぞこれ。何が嫌なんだよ好きなタイプの。すごいっすね、社長の日常会話を完全にシャットアウトする。ただの無視だぞこれ。無視ダメだよ絶対これ。簡単すぎたんじゃないですか。あ、そうなの。もうちょっとそうなんていう、突っ込んでもいいんじゃないですか。もうちょっと突っ込んでみるか。もうちょっと突っ込んでみてもいいんじゃないですか。じゃあ、ダンスの将来の夢は何かな。夢だよ、夢。私こうなりたいのとかあったらちょっと教えてほしいな。ほら、もうダメだよ。なんだよ、お前。なんかあるだろ、お前。今時の若者か、お前は。夢も希望もない。平成生まれの今時の若者かお前。熱く語れよその辺。新人カメラマンダンソンとの距離感はつかめられなかったものの、無事にワカサギスポットへたどり着くメグウィン。早速ワカサギ釣りを開始するが、忘れてはいけないのは今回の旅の趣旨である映える写真も撮らなくてはならない。見事に凍ってしまった金山湖をバックに撮る写真こそ最高に映える写真だと思われるが、体を張り続けて13年のメグウィンなら普通の写真なんて絶対に撮らないはずなのである。メグさん、
早くしてください。インスタ映えの写真お願いします。急いでメグさん、急いでメグさん。はい、じゃあ撮ります。メグさん、メグさん撮りますよ。メグさん撮ります、撮ります。あー、これ来て。メグさん、あ、撮りました。メグさん、あ、メグさん撮りました。オッケー、撮りました。よしよし、よし、よしよしよし、よし。あ、メグさん、メグさん、ないない、陰謀消してる。もう一回、バカ野郎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 。マイナス3なんで、マイナス3なんで。大丈夫ですか、メグさん。え、大丈夫ですか。いや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 、なんか、はい、逆にポッカポコし逆に逆にポッカポコし。そんなことあるんすか、すごい。氷風呂から出た。ちょっと閉めてくれよ。いやいや、ちょっとカメラ回してるんで。いやいや、カメラ回すから閉めて話そう。閉めて話そう。閉めて話した方がいい。死んじゃうから。あ、そうっすね。じゃあ入りましょうか、我々スタッフも。頼むよ。次回のワールドレートゲームは、あ、え、あ、ワカサギ釣りから始まった北海道の旅を満喫するメグウィン。夜になりすきので北海道名物を巡る3人であったが、復帰早々夜のすきのでとんでもない事件を巻き起こす。撮影も急遽中止になってしまい立ち往生するスタッフ陣。一体メグウィンの身に何が起きたのか。そのお金は、お金は。次回1月18日配信。全然来ねえな。